けば月目に当たる。そわそわするなよ、ここらが東京。構えて掴めばいいのさ、運が向こうで待っている。待っていなけりゃ明日があるさ。どうせ一緒あとてらく生きにゃ。足踏みすると大阪行きの電車に乗った。福音証明書を売ってしもたし、それ買おう思たら丸一日並ばんと汽車の切符は買えんかったからで、それにわいには大阪ですることがあった。それはいたち堀を確かめるのと、ドルを日本の金に変えることやった。いたち堀は全く変わり、昔の面影はなかったが、わいは闇市ってとこで広田に出会うてドルを変える算段ができた。そして偶然にもわしが名古屋で手に入れたリュックが馬の絵のものだと知ると、広田に人を出して探してもらうことにした。その料金が100ドル。かなりふっかけた値段やったが、しょうがなかった。大阪駅だぞ。何駅？俺ら変わったな。ちゃんと売るな。うるせえこのガキ。すると、あっちの方は梅田新道で、こっちが桜橋か。ああ。ねえ、あさ、どんどんどこに隠してくれ。ああ、もうちょっと向こうや。向こう？なあ、広田よ。わしはこの内地に戻ってきてな、一つだけ知ったことがあるんだ。え？それはな、闇と名のつくものをやっとるやつは10割が10割絶対に信用したらあかんってことや。それは俺のことか。いや、お前のことやない。お前は戦友や。戦友やからこそ金を渡して馬の絵を探しに行く人間を回してもらおう。それは分かってないんだよ。ああ、こっちは100ドルやったな。ああ、そしたら手付け20ドル、馬の絵探してくれたら残金80ドル。これぐらい。ああ、約束は100ドルじゃねえか。親から手付けを渡すな。信用するってのはあれ嘘か。なんだよ、わしは言うたやないか。闇やっとるやつは10割絶対信用はできんけど、戦友のお前は別やった。それだったな。ところが戦友のお前がわしの靴の中を探した。ドルのあり場所、ドルのあり場所ってここまで来るまでお前12、3年そのこと言うたぞ。せやさかい2割の信用になったわけや。まあ100ドルの2割言うたら20ドルやな。20ドルが手付け。その代わりドルを持っていくまで馬の絵を置いといてくれたらそれで。どうや、それともパーにするか。いや、いいよ、20ドルだよ。しで、どこでドルくれるんだい。もうちょっとや。もうちょっと。あっ、やめた。あ、ちょっと、よろしくお願いします。ありがとうございます。自分で持ってたんや。ただし靴の中はたったの10ドル。おい、西も東もわからんようになったこの大阪で誰を信用して隠しておける。頼む。おい、
かんだ。はい。切符取れたの？あ、取れましたか。今まで並んでるのはやっと3時の汽車や。ああ、それちょうどよかったと思います。留守番に頼んだ青木さんが昼間やないと来てくれならんので。あ、そうか。で、ひげ子は？え、あの、髪結いに行けって言ってな、パーマぐらいかけてこい言ってそうか。それな、あの子なんか思い詰めてんかったか？はい、今朝わりかし元気で、早うでんならん言っても別に気にもせんようでした。ああ、けど明け方、まあ夢でうなされてるようでした。そうか。まあ、そのうちな、悪い夢だと思いになってくれたらいいがの。なあ、カズ、わしらのやってること、これ間違いないやろな。なんですのや、今さら。いや、あのな、昨日な、駅で一晩徹夜しとったらな、待合室にな、あの、一人若い娘がじーっと待ってるんや。なの、切符買う様子もなしな、おかしいな思ったらな。やっぱり、案の定、ここちとおかしい娘でな、うん、親が迎えに来とったや。で、そこにいた駅員の話では、なんやらその娘のな、いいなずけが戦争に行ってね。で、戦死の知らせが来た日から毎晩そこでそうやって待ってるそうなんや。かわいそうに。ただしな、いいなずけでもそうやって待っているその娘見てな、かまへんのやろかなと考え出したんや。けどその娘さん、頭がおかしいなりはったからそうやって待ってはんのやろ。もしも何でもなかったら親御さんかてかまっときまへん。ほやな、ほやと思うな。それ両親もほっとかん。ね、すんまへん、お茶も入れんとほっときます。あ、お姉さん、これ、お越しで。ふとうてきたんと違うんや。ちょっと届け物があっての。あ、ま、こっち上がってくれ。いやいや、そうはしとられんや。カズは留守ですかいの。姉さん。カズ、久しぶりやったの。あ、もうの葬式の時、お前の顔見んかったの。見るも見ないも。わてのいない留守にやりなったんは一体どこの誰かいな。カズ、まあ、ええやないか。ほんで姉さん、なんかご用ですか？お茶の一杯ももらえんといきなり妖怪の。俺ならもう早帰ってくれって言わんばっかりやの。姉さん、まあわてはなんやけど、うちの人はこないだのことでかなり頭に来てるんでな。用があったらはよ言うてくれ。俺ならちょっと上がらせてもらいます。よう言うで。実はな、モーが帰ってきたんじゃ。モーさんが？いや、それほんまのことですか？へら慌てとるの。モーが帰ってきた言うたらそんな慌てにならんのかの。あ、これで姉さん、モーさんはどこにいてはるんです？どこに？モーが帰ってきとったらこんな惨めな思いでここへ来んでもええのに。ほんなら嘘でっか？ああ、あ、あ、そうか。よくもこんな時にそんな嘘を。こんな時？いや、なんでもないがな。ほんで姉さん、嫌がらせにでも気になったんかいの？嫌がらせやて？何言っとんねん。席を抜いた戸籍持ってきてやったのに、それが嫌がらせかいの。矢野さん、ちょっとこれ見てやっての。ちゃんと役場の手続きも済んで席が抜けたあるさけ。そうですか。
ほんでこれわざわざ。その嬉しそうな顔見るのが嫌やったけどの、まあ、こういうことははっきりしとかないかんと思っての。さあ確かにこれ受け取らせていただきます。ついてはの、もうのもう一切受け取りに来たんや。もうさんのもの、ああ、あるやろな、写真とかなんかが。どうせな、ここ置いといても捨てられるだけやさけ。取ってきます。おうおお、喜んで立ち上がったの。その地位送り返そう思ってました。あの、なんやのさ、こんなこと言うとなんやけどの、もうが兵隊に行く時にあんたに金預けたって話は、あれほんまかいの。いや、裏は知らんやけどの、お父がうちのロバターであんたに金渡すの見たっちゅう話やねんけどの。いや、預かりました。けどあれはな、茂子のために何かといるやろうっていうことでな。ああ、茂ちゃんのためにか。いや、これなら矢野さん、なんであのカズは二言目には茂子を食わしとる食わしとるって言うんやろの。そんな金預かっとんやったら黙ってたら良さそうなもんやの。いや、ほらな、別に返してくれ言うとんにはないけどな、まあ縁も切れたことやし、関係のない向こうの金預かっとったら後味が悪かろうと思っての。そら姉さん、返せ言わはったら返しますけど、あれはな、救援やしな、今支援になっとるんで、もう二束三文で。いや、二束三文で結構じゃわい。あ、物置いてった金やったら片身になるわい。矢野さん、その金持ってきてくれるかの。はい、姉さん、こんだけです。うん、OK。 あれ、あのうちの人は、うん、さあ、もうが預けたもん取りに行っとんじゃないか。もうさんが預けたもの、何やろ。あの、姉さん、あの、預かったの1000円ですけどな、今これだけしか金ありませんね。でな、あとは後ほど送ります。そんな信用返さってはたちまち。いや、あのね、返せ言わはったら。姉さん、あんたどこまで強欲なんや。え、信用は一世帯500円しかくれんの分かったのやろ。ほう、俺は何も信用で返してくれ言うとらんで、もんが預けた金を返してくれ言うとんじゃ。救援で結構や、もんの片身は先やな。あれとも、この金どっか行ってしもたんかいの。使いました。あれはな、もう深淵と切り替え前に持ってても二束三文やってことで。おうか、使いなったんか。使いなったらしょうがないな、返してもらわんとの。おうか、使いなった二足三文だ、こっちはどうなるんや。姉さん、そんなにお金が欲しいんか。何ほやろ、モーさんが預けなったの知ったのはいつか知らんけど、死刑になってから受け取りに来るて。ねえ、何言うとんじゃ。裏はの、このうちに縁が切れたのに、もんのもんがあってはの、帰って悪かろうと思って。そんなら言うとくけどな。いや、姉さんの魂胆分かってる。モーさんと茂子が別れたんで、その縁切れ料でも取ってやれって考えや。なんやて。ほやろ。けどな、あの預かったお金は、ほんまは茂子は使ってもええんや。モーさんが茂子のために使うてくれって言ったお金なんや。それなのうちの人が預かっておくって。ほんまなら返さんでもええお金なんや。ほうか。俺ならほうとな、矢野さん。
あんたもはっきり言うてくれりゃええがの。あんた預かったって言うたけど、俺ならまあもらいまひょうかとこないなりましたろ。はっ、ほんでっか。ほな、このお金返しますさ。もういいわ。これ持って帰って。カズ、何やそれ。それ妹が姉に向かって言う言葉かい。姉ならな、妹を苦しめるような真似はせんとき。そうやろ。いや、分かってんのや。なんでか言うたろか。北高梁を独り占めにするためや。恐ろしい。もうこっちが嫌や嫌やって言うてんのに、もう嫁やない縁切る言うといて、その上今度嫁として高で寝ろとったんかい。恐ろしいやの。これならこんな金持って帰ったら何言われるかわからんの。預けたもんはやったもんかい。もうかい。恐ろしいやの。帰ろ帰ろな、もう。もうこれだらけになって、帰ろ。あ、帰ろ。写真も飾ってもらえと。客が一人で見てや。おなもう帰るだけ。こんにちは、おそなりまして。この度はおめでとうさんでございます。あの、これほんの気持ちなんですけど、お祝いに。祝い、ちょっと何ですかいな、その祝いっていうの。え、ご結婚祝い。しげちゃんいよいよですかいの。ああ、それで預けた金をの、その支度に。もうがの、しげちゃんのために使え言うても、まさかな、自分の後釜の向こうのところへ行く支度の費用に使われるとは思うとらんかったわな。かい、かい、言うとこがな、二度と親戚で返せんと。ああ、こっちも人なよ、そんなもの。帰るよ。何すんや。帰る。さあ、この金持って帰れ。何しとんねん。あんたもこのうちの同類やろ。触らんといて。おばさん、せっかく茂子さんにあんな思いやりを見せなさったのに、みんな無駄になります。この嫁が再婚するって聞いたら腹立つがの。おばさん、それは知ってなさったはずでしょ。遅かれ早かれ、これやったら、優しい言葉かけてあげなさったら。優しい言葉かけたら数がつき上がるようにゃ。俺はもう、あの勝の顔見てるのは腹立つにゃ。自分だけ金持ちがおっさらす。おばさん、それが腹が立つんですか。それともおばさん、お金を欲しいってきた、そう思われとうないためですか。いつ裏が金欲しい言うた。いつ。どないしはったんだす。いいえな、嫁のとこ久しぶりに来たんや、うん、こうしたらその嫁がな、うん、再婚する言いますね。決まったんですか。今日な。今日。なんで茂子さん神井さんに言ってはるんやな。あの、あんたそのことご存知じゃなかったんで。でも知りまっかいな。こないだ葬式挙げたとこやがな、ほやのにもう再婚やって。ほんで、ほらそらあんまりやよ言うたら、ほしたら手切れ気合いで、この金ぶつけよりますにゃ。そらひどいますな。ちょっとあんさん、えらい泥汚れてますがな。あんさん、うちへ来て泥落としながらな。大
に悩んだらでさえそんな親切やのに、ほんまにここの五人じゃ数は。お秋さん、えらい醜態見せました。いいえ、お怒りになるのは当然ですけど、おばさんかてきっと心の中では悪いと思ってくださいます。あんたひどい目合わせてすんまへんでしたな。お前のせいやないよ。わてあの姉さんのためにどんだけ泣かされてきたか。これやのにまた中で悪かったけどな、私思わず言うてしもた。しげくのためにも多分部屋あると思ってな。結構です。あんな姉さん二度と顔を見とうなんやけど、これでまっすぐ帰りになったんかいな。いや、あのご近所の方と話しておられます。何やって。これなら灰を止めてもらわんと。あの姉さんのこっちゃ何を言うか。けど本当のご兄弟です。妹の悪口を姉が言いなさったら姉さんが笑われます。けどあの人はこのまま味方もらい帰り、私はずっとここにいるんです。茂子家庭近所の人から何を言われるか。おばさん、近所の方に聞かれたら悪い結婚ですか。そらあの近所の方に聞かれて悪い結婚やったらともかく、そうでなかったら正々堂々としてなさる方がええと思います。ほらやけど、近所の人に早うなったことを知らせてへんのです。それやったら出発前にご挨拶だけでもなさったら、いずれどうせここにお住まいになるご夫婦なんですから。ほやった、ええ年して格の悪い、何分急な話で。和、あの茂子帰ったら挨拶だけでも回り。それにしても遅いな、3時には乗らんならんのに。あの11時半や。あ、そんなら私ちょっと行ってきます。神湯さんどこですか。あのその道をまっすぐ半丁ほど行ったとこです。そうですか、そんなら。あ、お願いします。辛抱しいな、あんた男に詰められてるよりマシやろがな。苦しい、苦しいやんけども。苦しい、ちょっとあんたそこでハハハハ生きせんとってくれるか。くすぶってかんだもん、お前。いや、おかで窒息するから。生きせんとったらいいな、しばらくな。ほらで、ちょっとまたどこまで行くね。福井までや。何時頃着く。福井ちょっと誰か知らん。まあ、順調に行って1時半やな。1時半それは順調に行ったらの話やがな。そんなもんだ、米の買い出しでんのも、この世は小麦境分かれんで。買い出し、それはまあ兄ちゃん知らんやろけど、これ京都大阪やろ。それには豪州の草津森山安青海八幡あたりは米の買い出しみたいが出てんねんで。そやからな、そやら彦根ぐらいいたらちょっとすぐかな。彦根までどのぐらい出す。まあ1時間ぐらいやろ。まあもうちょっとやすぐ一人な。あんた、ちょっと相手吸うてばからんだわ。遅れ、はい、行こう。はん、ええか。世話しないな、もう加えとっていいの。よいしょ。また上品にやりな、もう手も。もったいないわ。待って、まだ飲んでるな。帰りの分やろ。今一杯ぐらいかめんがな。一杯一杯ってそれ飲んでたら今日は米運ばれへんやろがな。谷町まで行かんならのに。当たってるがな。当てられるか、おい。なんまに。あの谷町の店、あれなんちゅう店やったかいな。たんくさい。一匹聞いた覚えたか、アホ。どこや。谷町のな、これは大石油機械。あそこで帰りな、あの店でペンチ一丁買うの忘れんといてよ。谷町言うたら大阪の谷町でっか。
どっから声出てまんの？え？私の谷間、谷間。あの、おいし商店、商店って機械屋って、問屋なんてっか？あんまはっきり知らんだけど、あの日は機械屋が多いじゃからね。ああ、機械屋が谷町に。そりゃそうやがなんだ、宣伝からの店やって言うけど、今もっと増えてるな。ああ、あそこあの、いたち堀からな、ようけ問屋入ってきよったからな。いたち堀に谷町の問屋が、あの、ちょっと前、ちょっとあんさん、もうちょっと詳しい機会が。遅ないな、ちょっとあんさん、ちょっとあんさん、ちょっとあんさん、あ、こんだけ。あんさん、こんだけって。ああ、お前の利益配当分やがな。あんさん、この店は少なくともこの20倍は儲かってるはずです。旦さんとの約束では儲けの分配は資産って割合やったはずです。そうや。これやったらなんでこんな少ないんですか。小田が商売っちゅうのはな、儲けた分全部分配してたら店は大きならんやろ。じゃあ高いに儲けの中からまず損失引当金ってもの残していくんや。損失引当金。ああ、来月損が出てもいいように。それにお前物価がだんだん上がっていくやろ。手やさかいにその物価の引き当て金としても残していく。物価の、うん、それで残ったものが残益で、それをパーセントで渡すとこんなげになんねん。旦さん、コロナから伊藤君の給料も出すんですか。もちろんそれは約束やないかい。これやったらいくら残るんですか。今の物価で飯食うだけでも月5000円はかかるんですね。そんなもんいくらいるか知らんがな、わしは。何やこの親い。わしはやな、まあ、ただ契約通りに分配するだけや。それやったら引き当て金とかいうのは待ってください。その分だけでも。おい、契約書には一体何と書いてあるんじゃ。売買利益って書いてあるか。残利益を分配するって書いてあるはずや。残利益っちゅうのはやな、いろんな損益を差し引いた金額のことや。けど食うていけんでは。おい、お前一銭の塩もなし、一体どないくの金もらうっちゅうんじゃ。けど働いてんのはわしらなんです。またそれを言う。お前な、闇市見てみ。あそこで闇の品物売っとる連中、あれみんなお前売った分自分の儲けになると思ってんのかい。こないだわしもいろいろ聞いてみたけど、まず商売代中でな、ボスに取られんねん。品物仕入れるにしても少量仕入れてもタコつくし危険やっちゅうんでボスを通す。これつまり信用値やっちゃな。なんだかんだでお前儲けっちゅうたら10対2ぐらいになるそうや。それでも何も文句言うてへん。え、世の中そんな甘いもんと違うんじゃ。それやのにお前なんかちゅったら、お前はすぐにこの店建てたとかこのバラックのこと言うけどやな、それもこの前戸の名前を使うとる。つまり闇市のボスに対するこれ商売代や。まあそういうわけやさかいに、お前は分配もっと欲しかったらその分もっと儲けたらええねや。大事やな、これだけの売り上げでお前伊藤とかいう使用人使うことすらもったいないのちゃうのかい。まあそういうこっちゃ。文句があんのやったら、まあ契約の切り替えの時に準備。よし、ちゃんとやっとかんかい。あ、どうじゃ、これあんたの給金。どうも。で、今日飯でも食いに行かへんか。こないだのレストラン一人一食1000円なんていう食事すると小坂さんに申し訳ないけど吉松は。君までそんな遠慮することあらへん。君は別やん。私今日父のところに行きますから。おう、まあまあ明日でも会えな。おい、帰るのに挨拶ぐらいせんかい。あんたに給料もうてません。何、お前も喧嘩っぱいやとこだけあの門にとるの。お前は門にいて早死にするで。
小坂さん、あんなこと言うて。小坂、逆らえな。逆らおうたら逆らうだけ条件悪いな。これな、今月分の半分で結構です。何言ってるんじゃ。そこでわて給料もうたら、小坂さんわてより少のになります。給料は給料や。これ使って。何ですかこれ。あなた方の報酬を見ては私は取れないわ。これ使ってちょうだい。同情はいりません。同情？そうです。でも不公平と思うでしょ。思います。こんな不公平はありません。汚いやり方ですわ。けどそれに気づかんと契約したわしが悪いんです。悪いって言ってそれでいいの？仕方がありません。商人注文は約束は大事や。一旦契約した以上は契約通りするのは受け渡し、たとえどんだけ大損しようと。それに気づかんと契約したわしが悪いんです。それに亡くならはったご先代奥さんに毎度商店を盛り立ててくれて頼まれたんで、わしが店を借りるとき毎度の名前をなくしたらいかん、そう思って毎度の名前を使ったことがかえってあだになったんです。今度こそはっきり分かりました。商売に恩や義理を入れてはいかんって。恩や義理を？ええ、恩とか義理っちもんは他で通せばよかったんです。それに同情も禁物です。くせさかい、これはお断りします。それならどうするの？このまま契約を変えるときはっきりします。なんならやめてもいいや。わしらがいんかったらどうなるか分からせます。小坂さん、ほんまですか？ほんまにそうやってくれますか？やなあ、せやさかいそれまでの辛抱やな。へっ、ねえ小坂さん、私も。え、なんでもないの。おやすみなさい。おやすみ。塚島はいつもあんな調子でっか。あんたも福音か。ええ、そうです。あんたも下手に。ああ、わいわいよかれんやった。ああ、しかしよかれんと言おう特攻ではいかんで助かりましたな。整備兵やったからの。しかし助かってよかったかどうか帰ってみたらうちは焼かれて家族は死んでおらんかった。あんさんどちらです？鶴ヶ谷。鶴ヶ谷もそんなにいい。福井の方は同じや。昔と同じ。いやいや、鶴ヶと同じでもう焼けんのはだ。すか、家族がいるのか。え、わしが引き上げてくるときにな、上官に言われたこと言うたろ。戦後人間は自分一人や。自分一人生きられた言うて肉親や家族まで生きられると思うなってな。わしはその言葉聞き流して、何言うてる、わしの家族だけは生きとる言ってな。大使もそんな気になるもんや。だが後から上官の言葉がしみじみと身に伝わったな。あんさんは今何してはるんです？闇や。闇や。うん、そう言うたら内地へ帰ってきたから会う人会う人闇の関係の人ばっかりです。そうやろ、まともなことやっててはな、闇がまともになってる。商売ばかりじゃないで、人間の心もやで。わしもな、帰ってきて行くところはなし、前原にある親戚のうちに転がり込んだんや。まあ、親戚言うても昔親父が世話したやったうちなんだけどな。ところが迷惑そうな顔しよってな、早く出て行ってくれって言わんばかりな。なんやもう。
しかし人間一人こう思ったらそれだけの闇米がいるんじゃ。何、日本人が変わったんですか。ああ、日本が負けてから日本人がおらんようになったな。日本人が。ああ。しかし茂子は違う。茂子は。手出してますでな。さ、奥さん今よかなかい。そうでんな。奥さんはご主人思いでなあ。あ、しげこさん、お奥さん今美容院まで行ってきたんです。時間がないので。すいません、ちょっと買うものがありまして。そんなら早うしたくなさらんと、3時の記者やそうです。お秋さん、いよいよです。聞きました。ほんまに、ほんまに言っていいんですな。私の気持ち次第だなんて言わんでください。しげ子、A から行け。そう言ってください。しげ子さん、しげ子さんはようならはることを、もうさんは一番願うとおられます。客が少なくて。ああ、前原の駅で降りたん違いますか。それにしても少ない。降りたのに乗ってこんのは何でよ。ああ、ひょっとしたら。どないしたんです。あ、これはいかんや。あ、ど手入れや。経済警察が闇物資の検査や買い出しが乗ってこんのはそのために。あ、その袋を入れさせてくれ。あ、そう、ちょっと。いや、米や福屋には助かるんや。な、頼むで。皆さん、そのまま席に着いててください。ただいまから闇物資の検査があります。経済警察の者です。統制違反の物資を持っている人は今から回りますから、もしててください。待て、そこの二人下回せんじゃ。おい、ほら、なんだ、やばい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 。もう何も考えなさらんと、お嫁に行くと決めた以上何もかも忘れて、ええお嫁さんになってあげることだす。さ、そんなら。しげ子、何してんのや。早いかんと。お母さん、うちの人の写真どうしました。あれ持って帰らはった。三方村の姉さん来はったやろ、さっき。お母さんが。お前にとってもおばさんや。ほんまは親戚とも思うとおない。もうさんが出世しはるときな、お前の費用にて預けはったお金返してくれてきてな。お父さん親縁で支払った。せっかく貯めた親縁やのに、お父さんもさすがに怒ってな、もう親戚付きはやめるて。お母さん、私一生懸命働きます。働いてお金作りますから、許してあげてください。あの人のたった一人のお母さんです。お前さあ、そんなら行きまよ。
よし、お前よし。他に用事なくない？そんな嘘もない。お前よし。この荷物は？あ、これわしのです。しまいますから開けてください。あ、わしは引き上げてきた副院兵です。これは保留時代の荷物ですわ。では、副院証明書は？副院証明書は持ってないんですか？名古屋の駅で納したんですか？じゃあ、調べてみます。ちょっとあんたら、わしを犯罪者扱いするのか？副院兵のこのわしを。あんた、これ米やないか。ああ、あれあれ、おい、新地軍のタバコ。あんた完全な闇やないか。さあ、降りた。ここで。あ、やんしゃな。あ、列車降りて調べねえや。さあ、降りた。さあ、降りるんだ。ちょっと、ちょっと、あんた、お前らも降りんじゃ。あ、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 降りんじゃ。お父さん、あの、はよ、汽車が入るって。何や、何や。あ、あれ、逆さまやわ。大阪から来た汽車や。そうですか。ほんなら、あの、旅館の方へ電話してきますで。はい、1時半に入る予定が1時間遅れか。それやったらマジやな。京子屋はん、え、京子屋はん、あ、おお、これこれ、どこ行き、京都の娘のとこ行きましたけどな、ええ、もう娘のとこで物田佐藤も途中で闇の手入れがあってみんな崩壊してしまいました。もったいない。でも今日はもう大掛かりで、みんな前原の貨物車の駅で降ろされてました。みんな、はないまえんな、取締りも。ほらほら、どう、気ぃつけてな。あ、これか。お前が当選物資であることは分かってるだろう。すまへんだぞ。あ、よし、行け。さあ、次。このタバコどうした？これも新陳軍のもんやろ。うん、黙ってたら MP に連れてってもらうことになるんやぞ。うん、どこで仕入れる？大阪です。やっぱり闇やないか。違う、わしは副院兵や。おい、副院兵が3000円も大金持ってると思うのか。あ、身体検査して調べてみようか。何が出てくるか。さあ来い。いかんいかん、ドルが見つかってはここは何としてでも。おいしょ、お前、わしほんまは闇屋です。おいしょ、お前。